屋久島。屋久島は、鹿児島県の大隅半島佐田岬南南西約 60km の海上に位置する島。熊毛郡屋久島町に属し、近隣の種子島や口永良部島などとともに、大隅諸島を形成する。より南方に、トカラ列島と奄美群島が位置する。面積 504.29km、周囲 130km、東西約 28km、南北 24km。円形に近い五角形をしており、淡路島よりやや小さい。鹿児島県の島としては、奄美大島に次いで2番目、日本全国では7番目の面積である、北海道、本州、四国、九州を除く。豊かで美しい自然が残されており、島の 90% が森林である。島の中央部の宮之浦岳、1936メートルを含む屋久杉自生林や西部林道付近など、島の面積の約 21% にあたる 107.47km が、ユネスコの世界遺産に登録されている。この世界遺産への登録は1993年、姫路城、法隆寺、白神山地とともに日本初である。全島が屋久島町の町域である。本島においての発電は屋久島電工が製錬所の自家発電のために建設した火力発電所と水力発電所からの電気を屋久島電工と九州電力を含めた4事業者が分担して供給しており、日本では唯一の発送電分離の形式をとっている。したがって本島では九州電力から電気を買っていない世帯や事業者も存在する。平素、島内の電力は水力発電で賄われており、火力発電は緊急時に限って活用される。屋久島はほぼ全域が山地であり、1000メートルから1900メートル級の山々の連なりは、八重岳と呼ばれ洋上アルプスの異名もある。屋久島山地と記述した文献もある。中央部には、日本百名山の一つで、九州地方最高峰の宮之浦岳、1936メートルがそびえる。このような中央部の後方は、奥岳と呼ばれ、長田岳を除き海岸部の人里から望むことはできない。宮之浦岳、長田岳及び栗尾岳は、屋久島御岳とされ、山頂に一種な房主大権現が祀られ古来より学、参りの対象とされてきたが、三国名勝図会の記す栗声楽は、位置的に現在の黒御岳に相当するとる説もある。海岸部から間近にそびえる山々は、前岳と呼ばれ、本富岳、国割岳及び愛子岳などがある。実質的には、西南日本外帯の四万十帯に属し、島外周部は、日向総群、旧称、熊毛総群の第三期堆積岩からなり、中央山岳部は、直径、約 25km の巨大な花崗岩が貫入している。屋久島の鉱山は、この1550万年前にできた花崗岩が、その後隆起して形成された。また激しい雨による浸食の結果残された花崗岩塊が点在し、長田岳の山頂付近に見られる、ろうそく岩のような岩頭が立する。一般に、花崗岩は広い間隔で節理が発達するため巨大な岩塊が生まれる。さらに島の北西南東方向及び北東南西方向に発達した渓谷や尾根筋も節理の方向に沿って浸食が進んだ結果出る。屋久島を流れる河川は放射状に広がり、その数は140にも及ぶ。主な河川は安房川、宮之浦川、長田川、栗尾川の4つである。また急峻な山々と日本一を誇る雨量のため深い渓谷が刻まれ、川床は急勾配で滝が発達している。大川の滝、千尋の滝などがよく知られ、宮之浦川には屋久島最大の竜王滝、3段110メートルがある。国土地理院地図、小。陸系した浜辺や海礁上の小岩、無名の岩を除く。海からの湿った風がこれらの山にぶつかり、屋久島は月のうち35日は雨と表現されるほど大量の降雨をもたらすため、年間降水量は平地で 4500mm 程度、平年値 4477.2mm、産地では 8000mm から 12000mm にも達する。とりわけ山間部の観測点では、淀川登山口で1999年に 11719.5mm、平年値 9037.3mm、薬杉ランドで2012年に 11129.5mm、平年値 9875.5mm を記録するなど、毎年1万 mm 前後の降水量が観測されている。また、山頂付近の年間平均気温は約6.7度、札幌市よりも低いであるために積雪が観測されており、日本国内において積雪が観測される最南端となっている60センチメートル以上の積雪を観測することがあるほか、3月の彼岸以降でも大雪や路面凍結、また4月以降でも頂上付近ではまだ冠雪が見られる。こうした条件により、豊富な流水や湧水に恵まれ、1985年、宮之浦岳流水は名水百選に選ばれている。また、2007年、日本の地質百選にも選定された。温帯最下部のほぼ亜熱帯に属する地域にありながら、2000メートル近い山々があるため、亜熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な植物相が確認されている。海岸付近の低地は亜高、ガジュマルなど亜熱帯性の植物相である。このガジュマル林は、日本最北端のものとされる。やや内陸の標高約500メートルまでは C、裏白菓子など団体林、約500メートルないし600メートルから1000メートル、ないし1200メートルは、裏白菓子、杉及びイスノキなどの混合林で移行体となり杉の人工林はあり、約1000メートルから1600メートルは、薬杉、山車及びもみなどの温帯林となる。約1600メートル以上は笹に覆われ、屋久島シャクナゲなどが点在し高山的様相を呈する。本州や四国などで落葉広葉樹林帯に相当するブナ林はなく、代わりに屋久杉が分布し、同程度の標高である石鎚山脈、剣山地及び大峰山脈とは異なり、南海上の島である屋久島は、白檜などの亜高山帯針葉樹林を隔。島の中心部には、日本最南端の高層湿原である花の江川、花の江郷、小花の江川、小花の江郷が存在する。屋久島の名を冠した植物は極めて数が多く、以下のようなものがある。また、屋久島の植物にはなぜか、他より小さいものが多い。例えば一寸金花はかつては、秋のキリンソウの変種とされたものだが、せいぜい7センチメートルにしかならない。秋のキリンソウは30C以上になる。このようなものは、山野草や盆栽としての鑑賞価値が高いため、これらを屋久島ものと呼んで珍重する動きがある。また、これに便乗する形で、他地域産のものでも小柄な姿のものに対して、屋久島と名付けて販売される場合があるという。野生哺乳類としては、ヤクザルやヤクシカ、神戸モグラ、地ネズミ、ヒメネズミ、コイタチ、コウモリ数種しか生息していない。1990年代から外来種のタヌキが観察されるようになり、定着したものと思われる。古来から様々なクジラ類の回遊路にあたり、大幅に種類が減ってしまった現在でも、マッコウクジラやイルカ類等が近で見られ、ザトウクジラの確認も増えている。薩摩藩政時代にはジュゴンが、昭和初期には、カワウソが生息していたことが報告されているが、標本等は残されていない。爬虫類では、日本トカゲやマムシなどが知られ、日本本土とほぼ共通である。島北部の長田浜は、世界有数のアカウミガメの産卵地であり、ラムサール条約登録湿地となっている。後述。上記のように主な動物は、日本本土と共通、あるいは関係が深いものである。それに対してこの島以南の南西諸島に見られる、アマミノクロウサギやハブなど、南西諸島に独特のものは見られない。そのため、この島の南側に分布境界線として、渡瀬線、渡瀬ラインを認める。杉、クリプトミリアやポーニカの屋久島に産枝樹齢が1000年を超えるものを、屋久杉と呼んでいる。屋久島の強風、タウ、地質、鹿の生息などの自然環境に対応して、抗菌性を持つ樹脂を多量に分泌し極めて長寿になる、葉樹の葉が鋭いなど、特徴的な形質を有する。屋久杉、もみ、つがを主体とする温帯針葉樹林は、屋久島の標高600メートル以上に分布する。600から1、200メートルは低地を占める、照葉樹林との移行体であり、両方の要素が混交する。抗菌性が強く耐久性があることが重視され、中世以降、建築材や造船材として開発された。豊臣秀吉による京都方向時代仏殿建立の際、石田三成が島津義久に屋久島の木材資源調査を指示してを、実際に木材が薩南海域から大阪へ運ばれた形跡がある。17世紀に薩摩藩による屋久杉の伐採が本格化し、明治になるまでに屋久杉の両木のほとんどが伐採された。樹齢1000年程度の巨木は年輪が歪み、産地での製材が不可能であったため放置され、現在も生きているものが多い。伐採跡地には、杉の知樹が成長し、以来300から400年を経て美しい二次林を形成している。三次林となっている林分も広い。現在は1000年程度の巨木や変形木を、屋久杉、屋久杉と呼び、二次林、三次林を作る若い杉を、小杉、小杉と呼ぶ。明治以降、屋久島の山林の大半は国有林に編入され、大正から昭和にかけて二次林、三次林の伐採が進んだ。1000年以上の屋久杉は切り残されることが多かったが、樹齢400年以下の小杉は屋久杉ではないとされ、1955年、小30チェーンソーが導入されるとともに、大々的に伐採が進んだ。現在、原生自然環境保全地域に含まれる、照葉樹川流域、国立公園第一種特別地域に含まれる、長田川流域、宮之浦川上流域、東部の安房川、支流荒川左岸、屋久杉ランドなどが、屋久杉の主要な穂としてわずかに残されている。屋久島最大の縄文杉はかつてその巨大さから、推定樹齢6000年以上であるとされ、環境省、当時は環境庁の環境週間ポスターで7200歳ですと紹介されたことで全国的に有名になった。現在では放射性炭素年代測定法で推定樹齢約2000年以上であることが確認されている。またその際内部組織の年代が入り乱れ、同心円状の年輪を形成していなかったことから合体木であるという説があったが、これに対して数本の大枝から葉をサンプリングして遺伝子、分析解析を行った結果、一本の木であることが明らかになった。なお現在までに確認された最古の木は大王杉で、やはり放射性炭素年代測定法で樹齢3000年以上とされる。屋久島が初めて文献に出現するのは中国の歴史書、隋書大業3年、607年、煬帝の代に、恵比寿横島久至国の記述が見えるのが最初であるが、この恵比寿蛇丘は、屋久島を指す説と、南東全般、すなわち種子島、屋久島より南方を指す説とがある。日本書紀では616年、推古天皇24年に易宮、夜曲がり、易宮の人30人がやってきて、日本に永住したという記事が見られ、629年、除明天皇元年には、大和朝廷から易宮に使いが派遣されたと、記載がある。日本書紀で、易宮、屋久を特定の島である屋久島を指すような言葉として、初めて区別するような記載が行われたのは、682年、天武天皇11年に、種人、易宮人、阿佐いよいよ人、奄美人それぞれ6を賜ったという記載からである。続日本紀には、699年、文武天皇3年に、他、易宮、伊織日、土管から朝廷に来航があり、位階を授けたと記載がある。また同書には、種子島とともに、種国との記述があり、大宝2年8月1日上、702.8、28に、薩摩と他、画家を隔てて、命に逆らう。是において、兵を発して正当し、統合して、李を受けけり、薩摩国と種国が成立する。これ以後、大和朝廷は、両制国として一国に準ずる種国に国使を派遣する。種国からの税収は、とても小さかったが、南東、南西諸島、奄美、沖縄方面との交流や、隼人の平定、遣唐使の派遣のため格は、中国として扱われていた。実際、天平正法5年12月12日、754.192、鑑真、大友熊呂、吉備真備らを乗せた、遣唐使船の第2船、第3船が、屋久島に帰国、第2船は12月18日に、太宰府に向けて、出港、20日に、秋目、26日に、太宰府に到着する。734年と754年の2度遣唐使が帰国した。しかし、島民を兵として徴用しても動員が難しく、年貢として取り立ても少ないことから、天正元年10月1日、824.10、26に種唐使を廃止し、ノーマン軍、熊毛軍、ゴム軍、マスク軍の4軍を、熊毛軍、ゴム軍の2軍に再編して、大隅国に編入した。1203年に鎌倉幕府から種子島氏に種子島をはじめとした南西諸島が与えられ、屋久島も種子島氏の支配下に置かれることになる。1542年、大隅のねじめ氏が種子島氏の悪政を正すとの名目で屋久島に帰し、島を占拠。宮の浦に白毛平次郎築城。1544年に種子島氏は屋久島を奪還すべく、城を攻める。ねじめ氏は敗退し、再び島は種子島氏の支配下になる。この時初めて火縄銃が実戦で使用されたと伝えられている。食宝時代の1595年、種子島久次の時、太閤検地に伴うところかえで、薩摩国知覧に移され、屋久島は島津家の直轄地となる。また豊臣秀吉が京都方広寺の大仏殿建立用材調達を全国の大名に命じ、島津家にも用材の献上を命じられている。一説には、ウィルソン株はその時に切り出された、屋久杉の切り株とも言われている。江戸時代は、薩摩藩の支配下に置かれる。島津光久に招かれ、薩摩藩に仕えていた僧侶であり、儒学者でもあり、屋久島の安房の生まれであった泊女畜は、島民の困窮を目にし、島民のため屋久杉伐採を藩に願い出る。また屋久杉伐採の指導などを行い島の経済復興に尽力した。このため、屋久星人と呼ばれている。今でも、泊女畜の命日である旧暦の5月25日に、女畜踊りが、女竹上社で行われている。米作。畑作に不向きな屋久島の年貢は、屋久杉を伐採加工した開きで納めることになった。男子は年一人あたり、開き6束、1束は100枚で600枚を納めることとなっていた。1708年にキリスト教布教のため、鎖国下の日本に潜入しようとしたジョバンニ・バッティスタ・シドッティが屋久島に上陸している。明治時代に入り、地租改正により、島の山林のほとんどが国有地に編入され、1891年、明治24年には国有林監視所が設置され、討伐の取り締まりが強化されたことをきっかけに、明治37年、1904年には島民が国を相手取って訴訟を起こすに至った。この訴訟は16年に及ぶ長期の係争となったが、関係書類からもともと、薩摩藩有であったことが確認されるとして、島民側の訴えとなった。だが、この判決には批判が多く、国会議員やマスコミからの追及が高まった。世論を重視した国は1921年、大正10年に屋久島の国有林を島民一般のためにのみ使用することを旨とる、屋久島国有林経営の大綱を定めた。この処置は、島民から大いに喜ばれ、屋久島憲法と呼ばれた。1922年、大正11年からは本格的なインフラ整備が開始された。1992年3月13日に世界遺産条約の国会提出を閣議で決定され、6月30日に条約受諾書をユネスコへ送付した。それを受けて、1992年10月1日、屋久島が世界遺産委員会へ推薦された。1993年12月11日、コロンビアのカルタヘナで開催された世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。姫路城、法隆寺、白神山地とともに日本初である。登録当時、ユネスコ世界遺産センターのドロステ所長は、自然遺産としての屋久島の価値は多くの人たちが暮らしていながら、優れた自然が残されていることにある、と語っている。屋久町と上屋久町の町議会は、世界遺産登録を控えた屋久島憲章を決議した。屋久島の自然環境保護を第一とし、自然環境との共生による島の将来への指針を示している。しかし、世界遺産登録後の観光客の増大によるゴミ、増加、山岳トイレ、登山道とアクセス道路、山小屋の整備の遅れ、観光ガイドの質の低さなどが指摘されている。特に縄文杉見学の登山客は激増した。2010年の同コースの登山客は約9万人で、それまでの10年間で3倍近くに増えた。一方で、登山客の増加は、登山道の劣化、ゴミ処理、山岳トイレ、ガイドの資質等々の地域社会的問題を招いた。飼料処理は当初現地に埋設していたが、悪臭や水源汚染の問題が深刻化してきた。2008年からトイレ利用者から募金を募るなどして人力で飼料搬出を始めた。しかし、募金率は低く、町の予算から拠出していた山岳トイレの飼料処理費が約530万円の単年度赤字になるなど、町財政の負担になった。このような事態を受け、2011年6月、屋久島町町長の日高藤七郎がエコツーリズム全体構想の骨格をなす縄文杉コースの利用制限、長田浜への立ち入り制限などを規定した町条例案を町議会に提出し、具体的には縄文杉への日帰り登山客を1日360人、宿泊客60人に制限するものであった。しかし6月21日本会議に先駆けて行われた特別委員会で出席議員全員の反対で否決された。否決前、条例案に反対するよう求めるという屋久島観光協会ガイド部会の文書が全町議に送られていた。この動きを踏まえて、屋久島は危機遺産になった方がいいという日本山岳開示保護委員会世界自然遺産プロジェクトの意見表明まで出た。また林野庁も登山者の増加や屋久鹿の増加により、生態系や自然景観に影響を及ぼす恐れが出てきたことから、管理計画の見直し、新しい計画案への意見公募を2012年1月27日に行った。2011年10月30日に行われた、町長選挙で当選した荒木浩二は当選後、入湯料の導入に言及。11月13日に自然資源の保護があらゆる政策に優先すると所信表明。島の環境保全を目的に来島者から入湯料を徴収する方針を決めた。早ければ2013年度に導入を目指す。一周を海に囲まれているが、海岸線は崖や磯になっている部分が多い。そのため、砂浜はごくわずかで、海水浴のための施設は乏しい。遠浅で海水浴に適しているものとしては、島の北西部にある赤ウミガメ上陸、産卵数日本一で2005年にラムサール条約にも登録された長田浜、前浜、田舎浜がある。運航本数は種子島、屋久島交通が比較的多く朝から夕方にわたり運行している。一方、松番田交通バスは各路線の運行本数が非常に少ない。運行本数、運賃、所要時間等の詳細は公式サイト、観光協会サイトなどを参照。複数のレンタカー会社があり、利用者も多いが、毎年のように事故が後を絶たない。西部林道と呼ばれる北西の道路は、車同士がすれ違うのが困難な、狭い道で、急カーブや急勾配が続くほか、雨の日には土砂崩れや、数トンの落石などがあり通行止めとなることもある。なお、島内でのガソリン販売価格は、本土より数十円高くなっている。営業用ではないが、日本最後の森林鉄道、安房森林軌道がある。軌道の一部に登山道との共用区間がある。ただし屋久島電工が管理、運行する区間は全線立ち入り禁止となっている。50音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。